お疲れ様です。サトシです。今回は3連符ができるようになりたかったら3連符の練習をするなという話をさせていただきます。初心者の方で3連符のリズムが苦手って感じる人はいますか？きっと苦手だと感じる人って結構多いと思います。実は3連符が苦手な初心者の多くがなぜか難しいやり方で練習してしまっているんです。今回の動画内容で練習のコツを把握していただき、3連符を使った早弾き、バッキングなどを得意になっちゃいましょう。では早速いきましょう。先に注意事項があります。まず焦らないこと。できないからって焦った速いテンポで練習するのは NG です。できないことは恥ずかしいことではありません。まだまだ伸びしろがあるということです。その伸びしろを最大限に成長させるためにも焦らない、なんとなくやらない、自分の音をよく聞いて練習する、必ずクリックを使う、これらをお守りください。1日で全てできる必要は全くありません。ご自身のペースを守りながら確実に練習しましょう。まずは EX1。 これって弾けますか？さあ、ここで早速の警告です。今回は3連符というリズムの解説です。要するにリズムに着目した内容です。この3連符のフレーズ、ちゃんとクリックを使って弾こうとしましたか？多分クリックを使おうとした人って結構少ないと思います。なぞるだけに集中した意識で弾こうと思っている人いますよね。そういうことは今回を機に今後一切やめましょう。その方が上達がスムーズです。そしてそのクリックに合わせる前に確認が大事です。まずは全てダウンピッキングでやってしまいましょう。そして各拍の頭を必ず把握すること。今回のフレーズですと3弦5フレットと2弦6フレットですね。使用する音そのものは全部で4つ。使うポジションとは拍の頭をまずは視覚的に把握します。ここが頭、ここが頭ということですね。それができてから初めてクリックに合わせます。ではちょっと合わせてみましょう。ダウンピッキングでテンポ、これは90でいきます。 C4。 次にこのフレーズを目をつむって弾きます。耳でリズムと自分の音を感じ取って弾くということです。この作業をやるのとやらないでは1年後に雲泥の差がつきます。では目をつぶってやってみましょう。テンポはさっきと同じです。 C4。 ではここまでで、できた人とできない人に分かれたと思います。できる人は先に進んでいただいて、できなかった人は違う練習をしましょう。僕が他の動画でよく推奨している16分音符系のフレーズを8分にして練習する、その練習のやり方を今回の3連符でも活用します。3連符すべてを四分音符のリズムで弾きます。こうなりますね。フレーズの音数が全部で6個なので、拍子が6拍子になりますが、このまま練習します。またさっきと同じ90のままで1、2、3、4。どうでしょうか、今のだとなんかできそうな感じってしますよね。ではそこで慌てずに3連符にするとなぜできないのかということを分析します。もちろんいろんな理由がありますが、その中でも特に多いのが音の距離感が安定しないということですね。今のようになる人はこちらの四分音符リズムで練習しましょう。クリックを使うのはもちろん、こちらの足でのカウントも忘れずにやってください。1、2、3、4。今のやり方である程度のテンポまでできましたら3連符に行きたいところなんですが、より確実にするためにギターをひとまず置いてください。では手拍子を使って3連符の練習をします。クリックを鳴らして声を今の僕のように実際に出して 1、2、3、 1、2、3より 1、2、3 の方がいいと思いますね。そちらでやります。
さっき同じ9時です。ワン、ツー、スリー、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 これ普通にできますよね。なので今のができましたらそれに1個プラスします。ワン、ツー、スリーのワンの部分だけ手拍子します。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、こんな感じですね。じゃあやってみましょう。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。これでどんどんテンポを速くしていきます。ただし今回の動画ではその速くしていくシーンはカットします。実は今ので正確な3連符が自然と練習されています。次にギターを持って先ほどのフレーズを3連符で弾くんですけども、慌てずに、ここで今まで通りのやり方でいきなりなんとなくやってしまっては元も子もありません。先ほどまでやった練習内容を思い出してこちらに当てはめます。こんな感じですね。ちょっとね、だんだん速くしていきます。はめることができましたでしょうか。そうしましたらクリックに合わせます。90が速い場合は下げてみましょう。とりあえず80にしてみます。80が速い場合も全然下げちゃって大丈夫です。70でちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、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 ワン、ツー、スリー。さあどうでしたでしょうか。できましたよね。結構相談されるんですけども、3連符がずっと苦手で未だにできないって相談されるんですね。でも今のように焦らずじっくり段階を順番に踏んでいくと意外とあっさりできますよね。今まで10年以上ギター弾いてきたけどできなかったという人もいると思います。そういう方も今回のやり方でできたはずです。今までできなかった原因のほとんどと言っても過言ではないのがなんとなくという感覚なのです。なんとなくやってやっぱりできなくて、何回もやってできなくて、余計に焦ってさらにミスして、その繰り返しで時間があっという間に過ぎてしまいます。やはりまず焦らずじっくり分析と把握をしていただいて練習に臨みましょう。ここからは3連符のエクササイズを用意していますので、できれば全部にチャレンジしてみてください。
を見る前とは別人のようになっているはずです。やはり何事も焦らずじっくりが一番ですよね。最後にお知らせがございます。今回お話ししたようなギターの上達に役立つ内容を公式 LINE ではもっと深く突っ込んでお話をしております。ピッキング、運指、コード進行、耳コピー、レガードカッティング、すぐに使えるペンタトニック、アドリブのための音楽理論など、ギターの基礎やリズムを中心としたギターの実力がメキメキと伸びていくコンテンツを配信していきます。参加方法は下の概要欄にあるサトシギター教室のリンクから LINE の友達登録をしてもらえば OK です。もちろんお金は一切かかりません。また今公式 LINE に登録いただいた方には、公式 LINE 登録者しか見ることのできない6個の豪華動画をプレゼントしています。1つ目、超有料級ギター最速上達ロードマップ。2つ目、驚くほど指が自由に動く運指マスター講座。3つ目、超効率的ギター練習曲参戦。4つ目、厳選ギタリストのための音楽理論講座。5つ目、ギター機材のセッティング法。6つ目、本当は教えたくない効果絶大の基礎トレーニング。以上6つの豪華特典を公式 LINE に登録すると無料で受け取ることができます。超お得な機会なので、公開を停止する前にぜひ受け取ってみてください。受け取りは概要欄のリンクから公式 LINE の追加をしてください。すぐに6つの特典動画を見ることができます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまたすぐにレッスン動画をアップさせていただきます。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。